皆さんこんにちは、今日から浜と新しいトレーニングを始めていきます。どんなトレーニングかというと、浜に何やってもいいよっていうあのサインを作ります。でそのサインを出したら浜は自分の好きな動きを返すという、こういうトレーニングをしていこうと思います。で、まあ、今回ちょっとだけ縛りをつけて、本当に何をやってもいいのかというとそうじゃなくて、浜が覚えているあのたくさんのレパートリーの中から選んでやってもらおうかなと思います。はい、まあいろいろと狙いはあるんですけど、今回のこの動画の趣旨は、まあ、好きなことやっていいよって言って、浜がそれを理解できたらだん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 とね、自分が好きな動きをいっぱいやるようになるのかなと思いまして、たくさんの50個の言葉を習得している浜、その中で一番好きなのはどんな動きなのかなっていうのをちょっと検証してみたいと思います。で、今回なんですが、私が、どうぞっていうふうに浜に言ったら、浜が、自分がやりたい動きを返すという流れでトレーニングを進めていきます。他のサインとかと混同しないように、他のこと、言葉のサインでも使ってないどうぞという言葉と、他のこのハンドサインでも使ってないこのどうぞというこの、はい、やってっていうこのどうぞというね、サインを合わせて使っていきます。まあ、これ結構斬新ですよね。普通はあのこっちから、浜これやって、浜これやってってお願いしてやってもらうんですけど、今回はね、浜が自分がやりたいやつを選んで返してくれるというね、そういう概念で、そういう趣旨でやっていこうと思います。はい、で、まあ、予想としてどうなるかというと、私がやりたいことが浜にしっかり伝わってたら、多分最初は、まあ、困惑すると思うんですけど、徐々にね、あのいろんなことやりだすと思うんですよ。例えば敬礼やっても OK、 バイバイやっても OK、 本当にこれもいいの、これもいいのっていろんなレパートリーが出てくると思うんですね。こうなったらもうね、あの成功と言えるでしょう。まあ、浜の中でこれもいいんだ、これもいいんだ、これもいいんだ、つまり何でもいいんだっていう風につながっていくかなと思います。で、それが伝わったら今度だんだんまたね、数が減っていくんじゃないかなと思います。つまり何でもいいっていうことは、自分が一番やりやすいやつとか思い入れがあるやつ、そういうレパートリーにどん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 また収束していくのかなっていうのが私の予想です。まあ、収束していったら最後どこに収束するのか、敬礼なのか、バイバイなのか、それとも最近覚えた動きなのか、これ楽しみですね。はい、ということで、どんな動きを返してくれるか、また浜に伝わるのか、ちょっと楽しみですね。じゃあやっていきたいと思います。トレーニングね。どうぞ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 。
どうぞ。はい。どうぞ。おっとっと。おお。レパートリーを返しながらだん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 特定の動きの割合が多くなっていったかなっていうような印象を受けました。結果的に、バイバイ、前足を振るバイバイっていう動きと、逆立ちをする倒立というね、この2つの、ボイスサインが示す動作が、一番多かったかな。特にバイバイが一番多かったですね。この今回のこの7日間の結果だけから言うと、この2つが、ハマが一番もしくは得意な動作なのかなと、やりたい動作なのかなというふうに結論付けました。バイバイはね、初期に覚えた動きですし、すごい、ハマ好きそうだなっていう印象を持ってたんですけど、倒立ってこの逆立ちする動作ってすごく動作にもエネルギーを使いますしコストがかかるんで、なんでこれがいいのかなってちょっと分かんなかったんですね。今もちょっとなんでかって考えると、おそらくその普段のトレーニングとかでも他の動きよりも、いっぱい褒めてもらえたり、お客さんの歓声が聞こえたり、想像ですけど、そういったやりがい的なところがあるのかもしれないなと思っております。またハマの性格も合ってると思うんですけど、やっぱりハマってすごく気まぐれな一面とかね、移り気な一面が性格的に多い子かなと思うんですが、その日による気分なんかもすごい反映されてたかなと思います。大体の傾向はあるんですけど、中にはね、普段と全く違う反応ばっかりを返してくる日みたいなのも現にありましたし、これ長い目で見ていったら、なんかブームみたいなのもあるかもしれないですね。今はバイバイと倒立がいいけど、1ヶ月後にやったらまた違う動きが増えてくる、そういったところも見れたらまた面白いかなと思います。はい。今回初めてその、いつもはね、これをやってくださいってやってもらうっていう基本的なやり取りが多い中で、向こうがね、やりたいことをやってもらう、やりたいことやってくださいっていうね、トレーニングを行いました。普段からやってるトレーニングも、イメージ的にはこちら側から、これをやってくださいと伝えてる、そういうイメージが強いかもしれないんですけど、実際にはね、動物側からのまた反応が返ってきて、でそれを見てこっちもまたそれに対して何かを投げかけるというのは、キャッチボールのような、お互いのコミュニケーションっていうのはどんなトレーニングにも共通するものだと思っています。その中で今回のトレーニングっていうのは、よりひときわその向こう側からこっち側に出してくるアイディアとか提案とか、そういう部分のウェイトが多い、っていう意味ですごく面白いなと思いました。はい。これからもですね、今回の、この動作のトレーニングもそうですけど、いろんなところで、トロたちがもっともっとね、私たちにいろんな提案をしたりアイディアを出してくれやすいような、そういった環境を作っていけたら、もっといろんなことが一緒にできるのかなと思いますので、また引き続き、ハマだけじゃなく、他かな、シュウカもコノハもね、みんないますんで、5頭のトロたちといろんなことをやっていこうと思います。はい、
じゃあ今日はここで終了します。眠そうですね。また次回も楽しみに。